歴定は、現代史の導人雑誌。編集本部は、静岡県熱海市にある。昭和10年5月に、草野新平、中原中屋、泉雄吉、岡崎聖一郎、尾形亀之助、高橋新吉、岸山修造、辻方定一の八名によって創刊され、戦時中の昭和19年に一旦中断した。宮沢賢治も、ぶっ子導人であり。 遺構は同紙に掲載された。戦前は、山の口幕、伊藤新吉、尾崎喜八、小野十三郎、藤原忠氏らも参加した。戦後の昭和22年に復刊され、草野を中心に新道人を集めつつ、原則月刊誌として、通刊500号を超えて、なお刊行中である。戦後は、安西日登安藤次郎、石垣林、井上康志、入沢康を、 金井忠北森雄、福祉田孫一、黒田三郎、渋沢隆介、陽気はじめ、総佐根、高田博厚、谷川俊太郎、田村隆一、辻誠、粒、大鉄蔵、中上健治、野上明、山本健吉、山本太郎、山本美智子、吉原幸子、吉行理恵らが同人として参加した。1959年6月15日開催の 歴帝裁判府現在の主な同人は、藍沢昭一郎、赤月方、未成、淡津の里を、池井正樹、岩佐直、小笠原長類、か谷英栄一、川口春美、近藤陽太、新道良子、高橋純子、野村紀和を、長谷川達夫、三角水木、和合、良一など。戦前及び戦後の死の世界において、歴帝の果たした役割は大きく、 現在に至っても優れた作品を作る詩人たちが集う同人雑誌と見られている。現在、同人は日本各地におり、その数は約50名、全国に講読者、定期講読者を有している。また、藤村記念歴定賞及び歴定新栄賞を設け、年1回受賞者を決定している。ありがとうございます。